え、何曲ぐらい選べたっけな、100曲ぐらい、分からない、覚えてないの。ゆいさん、ありがとうございます。なんかみんな上手いですね。みんな上手じゃない？とかしょ、ね、上手だね。緊張したかな。なんか前髪が決まらんのよな。水のペアさん、ありがとう。なんだろうね、この前髪の決まらなさ。なんでさ、こんなにさ芋っぽいんだろう、私の前髪。決まらんわ。グリ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 、イヤホンが食べちゃう。めっちゃ連絡が来るんだけど。え、そう、小松菜奈さんが結婚したのよ。え、そうなんよ。いや、なんていう気持ちかって言われたらどうも言えない気持ちなんだけど、え、私の小松菜奈さんそうなのよ、小松菜奈さんが結婚したのよ。衝撃だよね。私の大好きな小松菜奈さんが私の大好きな小松菜奈さんが、いや嬉しいんだけど、いや嬉しいかって言われたら、いや別に嬉しいんですけど、なんか小松菜奈さん、ちょっとなんか切ない。うん、この前髪似合ってないな。え、いや、そっちか、菅田将暉さんの方か。私は小松菜奈さんの方だなんかそれもね、あのね、結婚発表を見る前日にも小松菜奈さんのこと調べてて、可愛いなって思ってて、そしたらまさか結婚しましたってなってびっくりしちゃった。なんかすごい、なんかこの感じ久しぶり、こういう緊張する感じ久しぶりです。なんか久しぶり、懐かしいな。なんか渡る橋歌った時、仕事帰りかなんかで、そう見れなくて、番組確か見れなくて、途中までで、自分が歌った時に、あ、もう歌ったんだみたいな、でこうやって一生懸命英語サーチして歌うはずかって、そしたらホッツ意外にうまいねみたいなの書いてあって、あ、意外に高評価だっていうのにびっくりしたのをすごい覚えてる、電車の中で。ね、でも嬉しいよ、なんか結局はね、なんか嬉しいよ、そう、なんか幸せになって
欲しいですね。誰？ただのパンです。そう、なんだろう、嬉しくないわけでは全くないわけですよ。でもなんかすごい何とも言えない気持ちになる。なんか切ないんじゃない、なんか嫌とかではないんだけど、なんか心のどっかがもじょもじょする感じになるね。なんだろうね、そう、ハツカ結婚しても嬉しい、いつか言ってもらえて、そう言ってもらえて嬉しい。そう、ああ新垣結衣さんが結婚した時か。あの時はあんまり、そうだね、びっくりはしたけど、なんだこの、自分嫌なんだけど、本当に嫌なんだけど、どうしようか。将来私どんな人選ぶんだろうね。さあね、みんな上手だね。あ、今日の夜ご飯ね、あの高野豆腐を揚げて食べました。めっちゃ美味しかった。そう、めっちゃ美味しかった。なんか私ずっと給食で出てくる揚げ豆腐が好きで、そうでもずっと作り方が分かんなくて、一回作ったんだけどあんまり上手にできなくて、でも今日作ってみたらめっちゃうまくできた。なんか高野豆腐を水で、まあ、お湯でもぬるま湯で戻して、で片栗粉をまぶして読んだそうで揚げて、でその後に醤油とか砂糖とかで味付けたやつにぶっこつもう一回炒め直して食べるんだけど、めっちゃ美味しいです。まだあるから、そう、揚げ出し豆腐とはなんかまたちょっと違う。みんな上手だね。
でこんなみんな上手なんやすごいな。マイク使って喋ってる？うん、マイク使って。ね、揚げ物美味しいよね。あ、ジーマミー豆腐めっちゃ美味しいよね。ジーマミー豆腐めっちゃ美味しい、わかる。みんな上手。20位以内に入れないかな。あ、お願いします、入れてください。好みこの2日目の、あれ2日目で20位つける、つけない、もう一気に昨日と合わせる、そんなことない。みんなめっちゃうまいね、すごくない？なんでこんな、めっちゃうまいんですけど、カラオケ行きたくなってくる、わかる。この番組見てたらめっちゃ歌歌いたくなるよね。そうだよね、どんなね、どんな結果でも私が頑張ったチームようちゃんさん、ありがけいと。そう、私が頑張ったのはもうみんな頑張ったから、もう後悔はないよ。なんかダサいぜ前髪が。配信前でメイクしたの？そうだよ、配信の前にメイクしたんだよ。ヒカルは号泣配信するらしい、どういうこと？本当いっぱいありがとう。あ、そう、昨日の YouTube、昨日だっけ？分かったの。最初の前髪事故すぎてびっくりするでしょ。
乗客数でも結構ね、結構昔の曲が多いかな。天狗の歌とかは最近だけど、それな、前髪ね、笑っちゃうよな。ね、緊張するね、なんか。いやでもこういうの弱いんだよねこういう系マジでメンタルがえぐられるよね。申し訳ない。あと何人くらいだろう。もうそろそろじゃない？チームエイト。え、チームエイトもうそろそろじゃない？ね、みんなは私の前髪はパッツンに似合うと思う？それともこうやって分けるのが似合うと思う？それとももうなしが似合うと思う？ありがとう、パワー送ってくれるの。みんな緊張してるでしょみんな絶対緊張してるでしょ。でも私多分ね、このアイドル前髪あんま似合わない、てかあんま好きじゃない気がする。あ、でもまあ似合うか。まあでも似合うな似合っちゃうな。鼻かゆい。ね、ミッサ歌ってたね、この曲。確かミッサの声好きなんだよね、私。私口元緩いんですね。昔からミスの歌を褒めてる。そう、昔からミスターの歌唱力、一番最初の第1回目を聞いた時に、あ、こんなに歌声綺麗な子なんだっていうのを気づいて、そっから好きです。声が、歌声が好き。でもなんかめっちゃ2年目くらい、 2回目とか3回目からどんどん上手くなってる。あ、終わったよ、 HKT さん。終わった終わったよ。耳ほじほじ。そう、上手。耳の上手とね、もう HKT さん終わったからそろそろだよ。みんな見てる？ち
チームエイトあんまり北の人出てないから、私が本当最初の方だと思う。私何番目だろうな。え、私3番目じゃね、チームエイトで。早くね。うわ、どんだけ。あと3分くらいか。お腹鳴っちゃった。私が歌ってる時は私の歌ってる方を見てください。お代理から私ってなんか恥ずかしい。おい、びっくりした。いっぱいハート来てありがとう。ちょっと一旦踊っとこう。ちょっとまず一旦踊っとこう、みんなで。やっとくわ。かわいい。ねえ、助けて。縄文時なんだけど。あ、縄文時。みんな上手なんだけど。つぶやいといてよ。始まりましたね。あ、そっち弥生の木か。じゃあ私は末木。もう時関係ねえ。次の次ですね。もう寝たい。もう何も見ずに寝たい。みんなで寝ようか。明日の朝は結果だけ見ようか。テレサテンさん今日寒い。おかきさんありがだるま。うわ、やばい、次の次だ。やばい、頭抱える。え、なんだろう、どういう緊張なんだろうこれ。え、どういう緊張なのかがわからない。いう緊張なんだマジで。お便りの格好めっちゃかっこいいんだけど。
お帰りの格好めっちゃかっこいい。じゃあ歌ってすぐつぶやけるね。つぶやきの準備しとこう。つぶやこうかな。準備した。チラチラ左見る？左ってこっち？こっち？あ、お代理がってこと？私かと思った。うわ、来た。やばい。本当に申し訳ない。恥ずかしい。どえりゃ恥ずかしいんだけど、やめて。恥ずかしい。どえりゃ恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。私の名札見えてる。恥ずかしい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 。私この歌ね、嫌というほど聴いたのよ、もう十分。自分の歌。恥ずかしそう、低音めっちゃ難しかった。恥ずかしい。頭が変える。いやいや、つばれた。恥ずかしくて。恥ずかしい。恥ずかしい。うなれてる。恥ずかしい。大丈夫みんな。うまい？あ、うまい。ありがとう。大丈夫。よかった。先生、よかった。 OK、 ありがとう。イエーやったー。
うまかった、逃げ方、ありがとう。緊張した、緊張したよ、緊張した。でももうすっきり、もう効果がない。じゃあつぶやきます。ツイートしますね。あー緊張した、緊張した、もう後悔はないもう放送されたらもう終わりだ。放送されたらもう何もすることはないから、もうあとはもうどういう結果が来ても受け止めるのを待つだけだから皆さんの、あの、そう、最初 A メロの低音がね、どうしてもね、そうなんですよね。今エゴサーチしてる今ハツカに、ハツカ歌だってつけてつぶやいたら、ハツカ今見るよ。今ちょっと、あの、ごめん、配信してるのすっかり忘れてエゴサーチしてた。こっちみんなの評価を見てた。今ちょっとごめん、配信してるのすごい忘れてエゴサーチしてた。ごめん、一回配信思い出した。危ね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 危ない、配信してるの忘れてた。サーチしてた。はあ、もうすごい。今なんて言うんだろうね。終わったって感じ。おかきさん、疲れありがとう。高野さん、ハートありがとう。徳野江戸さん、お疲れありがとう。のりーさん、お花ありがとう。はあ、なほどよかった。やった。そう、私ほんとこの名札をつけたかったこれがやりたいがためにこの曲を選ばせていただきました。すいません、本当に申し訳ない。こんな場で、本当にこんな場で、本当にこんなことしてしまって申し訳ないです。申し訳ないです、すごく。ひいきさん、とありがとうございます。どうですか、でも本当になんか皆さん前からなんか1位が誰だとか本当に決めれないと思うんですけど、でも3年前の自分と比べたら良くなったよ